安永晃一郎劇場総攻悪鬼村正第1話夜なの一条。仲良し3人組は六原御用達のヤクザ屋さんに絡まれて、ついでに湊さんも情けないことになっていた。なっわしゃそこの姉ちゃんの全裸土下座が見たいんよ。ゴリゴリ。どうもすいません。ゴリゴリ。ババーン、その辺にしときな。何？ゴゴ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 。伝説の不良少女一条さん、ヤクザ屋さんにも臆することなく堂々と渡り合い、ついに相手を引き下がらせた。その場を収めて風のように去ってゆく彼女に、僕らは声をかけることができなかった。後ろのリボンが片っぽパンツに挟まって、スカートがまくれ上がっていたから、言ったら傷つくだろうな。騒ぎを聞いて急いでトイレから出てきてくれたんかな。実はすごくいい人なのかもしれない。ちゃんと手を洗ったのだろうか。